皆さんおはようございます。ペリオディスタ小沢です。いや、気持ちのいい朝を迎えましたけれども、えー、今回はえ先ほど終わりましたチャンピオンズリーグ準々決勝のファーストレグ、チェルシーとレアルマドリーの一戦についてお話ししたいと思います。結果は1対3。ベンゼマ、ベンゼマ、ベンゼマのベンゼマハットトリック。すごかった、カリム様様。えー、ベンゼマのハットトリックでマドリーが1対3でファーストレグを制しました。まあ、非常に大きなえ勝利だと思いますし、 まあ、後半はちょっとマドリーも、さすがに体力的にも落ち、まあ、ルカクをね、投入されましたので、見色、えー、センターバックに落として、えー、まあ、スリーセンターバック気味に守るしかなかったので、かなり、えー、引き込みましたけれども、まあ、チャンスもね、えー、チェルシーに作られましたけれども、えー、しっかりとそれをしのぎ切って、えー、1対3のまま、えー、見事クローズをしましたので、まあ、これはね、えー、セカンドリグ、それから、 この準々決勝勝ち上がりに向けては非常に大きな勝利だと思いますし、まあ、2点差リードはマドリにとってはまあ安全ではないですけれども非常に大きなアドバンテージじゃないかなと思います。改めまして両チームのスタメンからまず確認していきましょう。はい、左ホーム、青で作りましたチルシーですね。3、4、2、1でシステムは組んできました。ゴールキーパー、メンディ。 3バック右からクリステンセン、チアゴシウバー、リューディーがですね、ウィングバックがちょっと驚きました。えー、右にレイス・ジェームズ、左にアスプリー・クエターを持ってきたということで、まあ、もちろん今チルウェルが怪我、まあ、マルカス・アロンソ、えー、まあスペイン代表なんかでも見る限り非常にいいコンディション良さそうだったので、えー、この試合ね、スタメンではないのは驚きましたが、まあちょっと、守備面で考えたのかなというところと、まあ、ジェームズをね、当然使いたかったというところもあるでしょうが、アスプリー・クエター今日は左に回りました。 えー、ダブルボランチはカンテとジョルジーニョで1.5列目シャドウにメイソン・マウント右左にプリシッチで、えー、カイ・ハフェルツを、えー、トップというような布陣でした一方のマドリーは普段通りの433でしたが、まあ、直近の、えー、ラリーがセルタ戦でいうと右のサイドバックはネ、ね、ルカス・バスケスがスタメンで、えー、右サイドバック務めましたがさすがにカラバハルできましたし、まあ、右のウィングは、えー、アセンショーでもロドリゴでもなくバルベルデできましたというところは 立ち上がりからねしっかり守備的にセットした守備でしっかりアスピリクエーター相手の左のウイングバックを捕まえるというところが出てましたのでアンチロッティ監督らしいこの CL の特に、ね、対チェルシー対プレミア勢のハイインテンシティのサッカーでしっかり耐久性を持って守るというところでバルベルトの起用は理にかなっていたと思います。 えー、ゴールキーパークルトはフォーバック右からカルバハル、ミリトン、アラバー、フェルラン、メンディ、中盤はカゼミロ、モドリッチ、クロースのいつもの3名で、右にバルベルデ、ベンゼマ、ベニシウスの、えー、433。まあ基本的にはバルベルデがすぐにね、こうやって落ちて、まあ、ここまで落ちてましたから、えー、まあ、 ベースのシステムとしては532ということができるかもしれませんが、まあ、攻撃に転じた時にはバルブレでも思い切って上がる場面とか、まあ、プレッシャー時より、まあ、前半一度リリガーに対してね、こうやってプレッシャーかけに行ったようなシーンがありましたけれども、まあ、やはりバルブレでのプレイインテンシティの高さであったりとか、えー、まあ、カバーエリアの広さはうまく活かした、今日の戦い方になったんじゃないかなと思います。 はい、序盤からの攻防でいうと、まあ、やはりチェルシーが、えー、ボールを持って、間取りがミドルサード、あるいは、まあ、自陣の、ね、最後のディフェンシブサードにしっかりと、まあ、5、3人のブロック作って、まあ、3ラインコンパクトとまでは言えなかったですし、えー、基本的には引き込みながら、えーまあ、クロス対応のところも、先ほど言ったようにバルブレーダが基本的には、ねえー、素早くアスピリクエーターが上がってきたところ、まあ、ほぼマンツーマンでついてましたが、 まあ右からクロスが、ね、例えばジェームズから上がってくるときには、まあ、基本的にはもうマンツーマンでカルバハルはプリシッチについてバルベルデがまあそのカバーリングで入ってましたので、まあ、5枚で、まあ、時折、カズミイロもここに降りてましたので、まあ、6枚気味にクロス対応のときには守ってましたし、まあ、あとはマドリーのビルドアップボール保持のときのチェルシーのプレッシングが比較的ハイプレスがなかったというところはマドリーにとっては非常に助かったなという部分があったと思います。 えーまあ、注目してそこは見ていたんですが基本的に、えー、ハフェルツがワントップで、まあ、2センターバック、えー、どちらかを、ね、追いかけるということなんですけれども、まあ、例えばこうやってプレッシングした時にあらば基本的に開くんですが結構、迷走マウントが風見色のところを抑えにかかってましたので。 まあセンターバックのどちらかが必ず空きますと、まあプラス、えー、クルトアもゴールキーパーもいますので、まああまり圧を感じることなく配球できたというところは、えー、前半立ち上がり非常に、マドリーにとっては本当に助かったんじゃないかなと。まあこれが例えばこういう形でセンターバックを抑えられながら、まあプリシッチはアルバハルを抑えて、 右のジェームズが例えばメンディーにこういう形で4枚気味に同数でバチンと当てにきて、まあ、カンテもクロスに対してきたというような時は結構大変なんじゃないかなと思いましたが、まあ、そうなるとね風見ロもいくというところなんでしょうけども、あまりハイプレス同数でかけに来なかったチェルシー、まあ、昨年のチェルシーとその辺がちょっとプレッシングの強度でいうと、えー、若干下がっているところがあるのかもしれませんし まあただ、チェルシー側の守備で考えてもまあやはり同数ではめに行って一気にロングボールまあ当然、精度の高いロングボールはマドリークラスの選手であればどこからでも繰り出せますのでまあ特にここですよね、ビニシウスとクリステンセンのえマッチアップのところでまあ特にビニシウスの背後でのランニングに対してこういうボールが出てきたときにはえやっぱりチェルシーはなかなかえ同数ではめに行ってまあハイラインでみたいなところやっぱり 難しさが出たんじゃないかなと、まあ、そこはやっぱり今シーズンのビニシウスのパフォーマンスは当然、チェルシーのスカウト陣もチェックしてると思いますし、まあ、結果的にマドリーの先制点のところは、ビニシウス、ベンゼマのワン、ツーのところで、やはりこの背後のスペースをチェルシー側からすると捉えてしまって、 まああの21分の先制点のインパクトがやっぱりチェルシー側にも相当響いたんじゃないかなと思いますのでまあその辺がマドリーがボール保持ビルドアップのフェーズでーまあ圧を受けすぎずにまあボールをねもう苦し紛れに蹴って簡単にチェルシーに回収されてみたいなシーンが序盤前半に関してはなかったですからまあ後半チェルシーが433にいいシステムを変えてきて まあ特にルカクを入れてきたタイミングで言うと、ツートップ編成になりましたので、まあそこからはちょっと間取りもね、カズミ色ロもセンターバッカーに下ろして、3バックで、あるいは5バック気味で、しっかりとドシード構えてということになった時には、なかなか間取りとしてもカウンター発動できませんでしたので、後半はかなり苦しい展開になったとは思うんですが、まあ序盤のチェルシーのプレッシングの強度、まあ比較的間取りからすると緩かったな、低かったなというところが、 2点の先制につながったんじゃないかなと、まあ、もちろん、えー、プレス回避のところのね、やっぱり戻り、竹ローんあたり、まあ、風見色の排気も非常に良かったと思いますし、えーまあ、全体として、えー、マドリーとしては、まあ、単に引いて守るだけではなくて、攻撃のための守備も繰り出せていましたし、まあ、ビルドアップのところで、えー、比較的不利な選手をうまく使いながら、ワンタッチで剥がしながらというようなプレス回避もできましたので、まあ、その辺はマドリー、前半は、えー、4局面しっかり回せていたんじゃないかなと思います。 まあ、後半に入って、チェルシーがまず動いて、2枚替えをして、システムをね、えー、3バックから4バックに変えて433にしてきたと。で、さあ、行くぞと。まあ、前半ね、なんとか、ゼロ02のところから、ハフェルツのゴールで1点を返して、まあね、なんとか同点2というところで入ってきたところで、まあ、46分。 えー、後半入った直後に、えー、ベンゼマが抜け目なく、まあメンディのミスなんですけれども、あそこはやっぱ狙ってるのがベンゼマですし、えー、ね、そこは、えー、パリとのゲームでも、ね、セカンドレーグでもそういう抜け目のなさを見せましたから、やっぱりベンゼマさすがだなというところと、 まあ、マドリー、今シーズンはハイプレス、ハイラインは、えー、なかなか難しいチームになってますし、まあ、バルサとナイルクラシコでは、そのね、えー、ハイプレスがだとなって、えー、大敗04でね、えー、敗れてますので、まあ、その辺はやっぱりしっかりと、アンチェロッティ監督も、えー、今シーズンの、まあ、アベージの高い戦い方をね、改めて選んできたというところでいうと、まあ、ミドルサードセットで相手にボールを持たせて、えー、ベンズ・マビニシウスの2人のね、カウンターを使うと、まあ、そこに、ね、バルベルでも絡んでこれるんであれば、3人で攻め切ろうというところだと思います。 んですけれどもまあ、試合前からいろんな媒体で言及していた通り、まあ、ボール保持であったりとか、ポゼッション率、それからまあ、もしかするとフットボールの質とかインテンシティでは、まあ、チェルシーの方が有利じゃないかなと思ってましたが、まあ、圧倒的にマドリーが優位性を持てるのは、えー、決定力の部分と、やっぱりゴールキーパーのーところじゃないかなと思ってましたので、まあ、そこがまさにこの試合に全て出たと、まあ、やっぱりベンゼマの決定力は、まあ、後半ね、あれだけチェルシーも、 まあ、アスペリックエタのミドル、ルカクのフリーのヘッド、それから、えー、エリア内でのジエシュの、えー、シュートなんかが、まあ、一本目のね、アスペリックエタの見事は見事な、えー、クルドアのパラドンでしたけれども、ビッグセーブでしたけれども、まあ、そういったところの決定力の差が、やっぱりこの試合は出たと思いますし、まあ、あとはキーパーのところの、えー、最終的にいい、まあ、ビッグセーブが出るかどうかはもちろんですけれども、ちょっとメンディに関して言うと、えー、致命的なミスも犯してしまいましたので、やっぱりゴールを守る、ゴールを奪うところで、 えー、マドリりが大きく、えー、まあ、上回ったなというような試合になったと思いますので、まあ、結果的に13のスコアは妥当な、えー、結果ではないかなと。まあ、ただ、えー、セカンドレグに向けてこれで勝ち抜けほぼ決まりというような点差ではないと思いますし、まあ、後半に関して言うと、まどりもかなり、 防戦一方で守るだけになりましたのでなかなか攻撃カウンターが繰り出せなかったというところは課題になると思いますので、まあ、スタッツは実際にね、ボールシェア率で言うとチェルシーが55%マドリー45%で、まあ、シュートの本数はチェルシーが大きく上回って20本マドリーはー8本で、まあ、後半なかなかねシュート本数が上がらなかったと、まあ、ただ枠内シュートはね5本ずつというところで言うと やはり前半、えー、マドリーがそういうカウンターからきっちりと、えー、チャンスを作ったと、まあ先制点取る前のね、ビニシウスのカウンターでのバー叩タックシュートもありましたし、まあ基本的にはセカンドレグも、えー、ね、えー、このファーストレグと同じようなチェルシーがボールを握りながら、えー、マドリーがね、しっかりと構えながら、えー、まあ守って、えー、マドリーはカウンターを狙うとチェルシーが、まあ、いかに攻撃で、えー、そのマドリーの、えー、なかなかね、えー、スペースがない中でこじ開けていくかというところと、まああとやっぱり後半にニルコック入ってきてからだいぶ流れ展開が変わった ようにやっぱりクロスのターゲットという意味でもルカクが入ってくるとマドにとっては怖いんじゃないかなと思いますし、まあ、この試合でまあミニトン負傷したのもありますけれども、えー、まあカードをもらって次節、セカンドリーグは出場停止でしたので、えー、まあナチョが当然ね入ってくるということを考えれば、まあ、ルカクとマッチアップさせて、えー、まあそこで高さでパワーで。 えーまあ、押し切りたいなというところはチェルシー側も当然出てくると思いますので、まあ、当然、セカンドレグに関して言うと、えーまあ、ルカクが先発起用もあると思いますしツートップ編成のシステムもあるんじゃないかなと思っておりますけれども、まあ、準決勝、えー、ベスト4進出に向けては視界良好となりますファーストレグとなりましたそれではまた次の動画でお会いしましょう。ごご視聴ありがとうございましたアサラープロキシマ